横浜市の傾斜マンションを施工し、国土交通省から行政処分を受けた元請けの三井住友建設と、一次下請けの日立ハイテクノロジーズ、二次下請けの旭化成建材、東京、は、13日、さいたま市内で3社の社長が、記者団の取材に応じた。3社長は、多くの方の間に、不安と迷惑をおかけし、心からお詫びする。三井住友建の新英雄社長、などと、陳謝、再発防止を徹底する考えを、示した。新井社長は、元請けとしての、認識が不十分だった、と、述べ、多重下請け構造の問題点を、含め社内で調査すると、強調、保証などについては、マンションを販売した三井不動産レジデンシャル、東京、や、住民側と誠意を持って、協議する方針を示した。新井社長はその後、東京都内で記者会見し、経営責任を問う声に、対策を、しっかりすることが責任だ、と述べ、辞任する考えがないことを、明らかにした。日立ハイテクの宮崎正啓社長は、さいたま市内で記者団に、工程管理と、安全管理を担当したが、関与が不十分だった、と、述べ、今年度内をめどに再発防止策を、まとめることを表明。食い打ち工事を行った旭化成建材の、前田富弘社長は、処分を、厳粛に受け止め、社員教育を強化する、と、語った。経営責任については、改めて、お話しする、と述べた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を、お願いします。スマホの方は、動画の下のチャンネル登録から、お願いします。動画の評価をしていただけるとありがたいです。